せーの、トン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 トです。はい、本日の企画はですね、はい、僕たちには不動の最年長がいますよね。いますね。不動だね。不動の最年長がいるんですけど、最近彼が体が痛いとか疲れが取れないとかよく言ってんじゃないですか。寝れないとか言ってるもんね。そう、膝痛いとかさ、よく言ってるから、うん、僕たちで今日はマッサージをしていこうかなと思います。ただただね、もうご褒美企画です。彼やばかった。一人が4人にマッサージされることなんてなくないの。めっちゃいいねこれ。高級マッサージ店ってことでいい？いいよ。俺気持ちよくするの得意なんだよね。おお。おおしか言えない。おお。書いて意外となんか恥ずかしがりそうじゃない？確かに。かいいよ。くすぐりそう。くすぐりが弱いかな。くすぐったいとか言いそうだから、そういうリアクションもちょっと見ていこうかなと思います。はい。ちなみにですね、今回こういうものをマッサージと言ったら、人の手以外だね。まあこれは別に普通だよね。そう、別に本当にマッサージなのこれ。はい、いや本当にそうなんだよ。世間一般的にはなんかこれがちょっと卑猥なものって思われがちだけど、卑猥ななんか結構なんか男子高校生とかさ、これ見るとウェーとか言うじゃん。でもちゃんともうドンキのマッサージコーナーにある、マッサージのためのものなんですよ。はい、で今日は本当にもうマッサージとしてね、まあ後期がどういう使い方するかは、いや僕はもうそう、ご想像してはい、とりあえず渡したくないもんね。多分使い慣れてるから。もう使い慣れてないでしょ。嘘だけど嘘じゃないけど、どっちだ分かんないけど、分かんない。とりあえずうわーすげえな。俺こんなの初めて開けるよ。ほんとかね。いや、やめてそんなに。すごい開けにくいんだけど。厳重だな。手こずってるふりしなくていいよ。開けられないんだけど。物理的にでしょ。これだって埋まってるわ。どっから始まってるのこれ。引っ張って、そっち引っ張って紐で。え、じゃあなんていうの、なんていうの、そう、話してよ。じゃあ、引っ張ったから話すよ。そんなに使いたいんだ。壊れちゃった。ゆうきくん、そんなに使いたいんだ。使いたい。ね、すごい。ね、あらいさ、吐息をさ、醸し出さないでもらっていい？うまいね、やっぱ、よくそういう吐息を出してるから。おおおお、マジでおもろすぎ。え、すげえ。電源オンにしてみよう。え、早速。一番生き生きしてる。おー。あー。だから、待って。違うよ。待って。アウト、アウト。その子。だからさ、ここで、これはマッサージ用なんですよ。え、俺マッサージしてあげただけ。待って。どう？あ、肩ね。肩ね。太鼓の殺人やばそう。耐えられる。生きのいい魚だ。はい、まあこれを使って。はい、別に変なことはしないよね。そう、カイトさんの奉仕。疲れよ。隠してたのこれ。いや、最初も普通に手でマッサージするふりして、ひっそり出して。オッケーオッケー。これにカイトが耐えられるかどうか。カイトは変な声出して。その顔やめて。ねえ、キモい。じゃあ待ってたよ。はい、カイトさんを待っていきたいと思います。あれ、例のやつはここに隠してあるよ。手来ないかな。楽しみ、めっちゃ。じゃ反応をね。ね、なんか本当に最初普通にマッサージするんだよ。普通にもう最初は手でやって。はい、足も揉みましょうね。最初ちょっと手で全身をいじくり回していって。得意でしょ。でもじゃあ俺は変態カメラマンやればいい。まだかな。どういうことか分かんない。はい、はい、じゃあメイドでいくわ。おはよう。おはよう。何？やっほー。何？ただ回してるだけ。なんか絶対あんじゃん。なんもないよ。おはよう。じゃあ、もうすぐ行ってください。何？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 その前。何？はい、おはようございます。おはよう。何もみんないんの？いらっしゃいませ。お疲れ。おはよう。とりあえず座んなよ。いつもと違うかな。とりあえず座んなよ。カメラあっちだ。あちら見てもらっていいですか。え、なにこれ。じゃあ琥珀さんから。はい、今回の企画はですね、最年長のカイトさんにみんなでマッサージしていきたいと思います。マッサージしてくれるの。はい、そう。ナイス、めっちゃいいじゃん。そうでしょ。何も売らない、マジでマッサージするだけ。本当に。いたわる、最年長いたわる。絶対嘘だ
よ。じゃあ本当本当本当に。えこれ結構マジでだって、ね、いつもさなんか申し訳なかったじゃん企画いろいろ。おじさんとかさ言っちゃったりね。でも今日はいっぱいさ、いやすってことで。はい本当。はい。もう四人がかりでね。はい。あじゃあ一人さ一部やってほしいわ。あいいね。全然オッケー。あいいよいいねいいね。やっと。えじゃあ早速やっていきますか。はい。ね、ここにもう準備したので、はいはい、寝てもらって、だからこれがね、ちゃんと、はい、そうそうそう、うつ伏せかな、うつ伏せがいい、うつ伏せだね、早速ご奉仕させていただきます、させていきます。わーなんかいい、ね、どこがいい、え、じゃあ足かな、はい、足と足とね、腕は、腕も伸びるかな、じゃあ俺が肩の方やるわ、うん、オッケーオッケー、じゃあこっちの足担当するわ、うん、ここから見ると26歳に見えない。で、じゃあマッサージしますよ。ロイちゃん今日はじゃあ、いきまーす。これさ、記録用にさ、うん、カメラ回してくね。うん、なんかそう気持ちいい。うん、おい、うまいね。ピアノ売ってちょうだい。なんかそう歌ってもっとピアノ。ねえ、ちゃんとマッサージしてあげて。じゃあ、あの、助走やってほぐしてあげて。気持ちいいでしょ、ね、結構いいよ。いい感じ。あのさ、もしあれだったらさ、声出してもいいから、ね、声やばもうあの、どういうこと、あいい感じタイトの足の裏いいよ、いいよ、ね、ポイ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 ちゃんとやってくのいいよ、ね、てかさ、もっと上攻めよう。オッケー、ここら辺ってこと、ここら辺ってことあ、そうそう、いいよいいよいいよ、またそう、あー、いいね、まだまだいけるよ、もっと。なんか、ね、耳赤くなっちゃった。あれ？なって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 きちゃってじゃないの？ほてってなってなって。マジで、カイトの疲れを癒したいっていう気持ち。カイトさんに申し訳ない、そういうね、そういうのじゃないの。そういうさんにごめんね。すいません。なんか期待してるようだけど。右側がいい。右側いい。左頑張って、左頑張ってほしいって。ね、オプションつけていい？ほんと？じゃあ。なにこれ？なんでこれ？どう？どう？あ、いいですね。気持ちいい？いいですね。本当に？これ何ですか？これはちょっとあの特別なマッサージ機を買ってきて。なんかめっちゃさ、なんかね、ケツケツケツ。どう？気持ちいいかな？これなんかね、ちょっとさ、ケツなんだよな。おい。おい。あ、足とかやったら気持ちよさそう。あ、足気持ちいい。どう？あ、いい。気持ちいい？いいね。本当？じゃあさ、待って、俺はもうさ、カメラ回してるだけだから、うん、指示するね。あ、俺もっといけるから。あー、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 おい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 、マジで失礼な。もうさ、俺のカメラ撮ってるこの時やばいよ、マジで。どういう状況だ。マジで赤いね。もうさ、ほら、興奮してんだ、初めて。ねえ、出てくる。ああ、ああ、ああ、金川正直。そういうお店。これ大丈夫、この映像流して。本当にまさかまさか。おお、ここがいいんだろ。はい。もう写真が変わってるじゃん。ね、ここがいいんでしょ。ね、おお、ビクンビクンしちゃって。ね、怖い。今期本気出してきたね。いいよ、そんな我慢しなくて。もういもういもう。いいよ。俺もっと探検したい。うん、はい。下も探検しようか。おい、おい、痛い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 。整形エクスタイバー抜けたぞ。大丈夫？ありがとう。誰かちょっとやりたいんだけど。ねえ、ねえ、おねえ、ねえ、ねえ、あら、いつもの光景やめて。やれやれね。あ、カイトさん、あ、襲ってる襲ってる。え、どう、気持ちよかった？なんかね、手の方が良かった。え、こんなの用意したのに。一番コアクさんが良かった。あー、やっぱりそういうところ。マジで、ここ使えない、マジ使えない。終了。